イタツ遺跡の観光集落イタツ遺跡、一津イタツ遺跡は、福岡市博多区イタツにある、縄文時代晩期から、弥生時代後期の遺跡である。国の史跡。遺跡は、縦穴住居や水田が復元された公園になっており、展示施設もある。佐賀県唐津市にある、名畑遺跡に次ぐ、水道工作遺跡であり、福岡県カスヤ町の甲辻遺跡に次ぐ、日本でも、 最初期の看護集落でもある。1916年に中山平次郎が亀館内から青銅製の保護や剣が出土したことを学会に報告した。弥生土器に金属器が伴うことの初めての報告であった。1950年1月、竹下駅前で仕立て屋を営んでいた在野の考古学研究者である中原市外見がごぼう畑を調査中に、 当時縄文土器とされていた晩器のユース式土器と、弥生土器とされていた前期の板付き式土器を同時に採集し、最古の弥生時代の遺跡である可能性が浮上した。日本考古学協会の共同研究、日本の古文化の生成の一環として、中原や九州大学の岡崎隆明治大学の杉原昌介らを中心とした発掘調査が4年間にわたり行われ、 断面 V 字型の看合や、貯蔵穴、縦穴住居などが検出され、板付き式土器などとともに、石防王朝などの大陸系魔性石器が出土し、日本最古の看合集落であることが確実となった。また、炭化米や、もみアっこんのついた土器などが出土したことで、稲作農耕の存在が確認された。1970年以降、広段板付き団地の建設や、 区画工事などに伴い、福岡市教育委員会による発掘調査が実施され、1976年には国の史跡に指定。1978年には、や生愛い層より、下の縄文時代版期末の土層から大区画の水田跡と木製の機具、石防帳なども出土し、用水路に設けられた遺跡などの灌溉施設が確認された。あの間隔から、 水田の一区画は400平方メートルと推定され、花粉分析から働作栽培も推定された。この結果、水筒濃厚それ自体は、弥生時代最初の板き一式土機器よりも遡ることが明らかになった。本遺跡は、福岡平野のほぼ中央に位置し、標高7から9メートルほどの段丘と周辺の中石地に広がっている。弥生時代開式の遺跡である。 後世の遺構に混入した状態だが、旧石器時代後期の旧石器が出土している。弥生時代の層の下層から、縄文時代早期の押し型分土器が出土している。定大地上の看豪集落と周辺の中石地には、水田跡が広がり、やや離れた位置には、墓地が見られる。看豪の内部は、後世の作兵で失われており、現在復元されている縦穴住居は、 高寺遺跡などの同時期の住居詞をもとに復元されたものである。漢号は平面型は卵型で南北110メートル、東西81メートル。幅1から5メートル、深さ1から2.5メートル、断面 V 字型。内外側に1から1.5メートルほどの土類を作っていたと推定されている。穀物などの貯蔵穴は地面に掘った穴蔵で平面型は方形。 または長方形で、時期が下ると円形になる。深さは1から2メートルほどで、断面型が袋状になる。ユース期から板き2式までの貯蔵穴があり、観光の北側と南側で合計200基以上確認されている。水田は大地の西側の中石地で見つかっている。幹線水路、遺跡、取り排水口、軽半などが伴う。土器の水田構造が、 その後も踏襲されていると考えられている。板付き一式土器の機種は亀、壺、パチ、高槻きからなる。器表面を板で叩いて鳴らす手法を多用している。この特徴は西日本に広まった女川式土器に共通している。これをもって最古の弥生文化が始まる。つまり農耕社会と捉えてよい。本格的な稲作が行われた。 縄文水田として話題になったが、一部の学者の説によっては、弥生時代早期だともされる。日本での初期集落、稲作を知る上で重要な遺跡である。弥生前期から中期にかけての出土品は、魔性石族が十二、石鹸一口である。板月遺跡の看護集落は1993年に復元され、板月遺跡公園として整備された。公園では、 復元された水田での田植えや収穫などのイベントも行われている。板月遺跡の出土品は公園に併設された板月遺跡屋用館や福岡市博物館で展示されている。板月遺跡屋用館は年末年始を除く9時から17時まで開館している。駐車スペースが少ないため注意が必要。ありがとうございます。